こんにちは、伊勢崎聡です。今回も実際の試合の映像を使ってドリブルスキルについて解説していこうと思います。今回解説するスキルはドリブルの時に相手とのタイミングをめちゃくちゃ効果的に外していけるスイッチタッチについて解説していこうと思います。このチャンネルではフットサルの細かい技術を言語化して伝えているので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではやっていきましょう。では今回は2つの実際の試合の映像を使って解説していこうと思うんですけど、その前にね、スイッチタッチってどんなスキルなのっていうところをね、少しだけ解説しようと思います。スイッチタッチの詳しいね、身につけ方の練習方法とかっていうのは別の動画で上がってるので、そちらをご覧いただけたらと思います。でまずどんな人にね、このスイッチタッチ身につけてほしいかっていうと、ドリブルのタイミングがね合ってしまう人、あとはほんとちょっと細かいんですけど、ボールをね持ってるこの足が着地する瞬間に結構ボールをロストしてしまうことっていうのはめちゃくちゃ多いんですけど、そういった経験がある人で、その改善方法がわからない人に関しては、今回ね紹介するこのスイッチタッチは絶対的に覚えてもらいたいなと思ってます。でどんなスキルなのかっていうと、ボールを触っている足が地面に着地する瞬間に逆足でねボールを運び出すっていうような形です。でこのスキルは本当に、ね、汎用性の高いスキルなので、これから実践映像の中で実際にどういったタイミングで使ったらいいのかとか、どういった状況で使ったらいいのかっていうのをねしっかりと解説していこうと思うので、それが分かることによって、ただのできるスキルだけじゃなくて、しっかりと使えるスキルにねレベルアップさせていけるような形になると思うので、ぜひこの動画を最後まで見て自分のスキルに落とし込んでいただけたらと思います。ではまずこちらの映像をご覧ください。このシーンは、まあ、最終的にねスイッチタッチでね相手をかわしていってるんですけど、なぜ、まあ、このシーンで僕がね最終的に相手をかわすことができたのかっていうことなんですけど、まあ、結論から言えば相手の狙い逆手に取ったって形です。まあ、どういうことかっていうと、基本的に最初ディフェンスはいい状態、自分たちのチームのバランスを保った状態からディフェンスをスタートすることができてます。で、まあ、そこに対して僕に対するプレッシャーなかったので、距離がめちゃくちゃ空いてたんですよ。なので相手に寄っていきながらプレーを僕はしていったんですけど、まあ、それとともにディフェンスはそこから僕がドリブルで寄ってきたらじりじりと寄せてくるような形、距離をね詰めてくるような形でした。ですごく重要なポイントがここで、このじりじり寄せてくる時のディフェンスのボールを寄せてくるこのコースなんですけど、少し左から、まあ、僕からすると右側からプレッシャーをかけてくるような寄せてくるような形でした。でこういったディフェンスの時に今回のまあ最重要ポイントはここなんですけど、このディフェンスがなぜまあ僕にとって右側から寄せてきたのかっていうことなんです。これは基本的なディフェンスのセオリーになってくるんですけど、行かせたくないコースの方を切って行かせたい方のコースを開けるっていうようなのが、まあ、これはね一般的なセオリーになってます。なのでこの時のディフェンスの狙いっていうのは、僕の右側から寄せてきてることによって、まあ、僕をねこっち側に誘導したいんじゃないかっていうような形でした。なので、まあ、この時にねこういったディフェンスをされた時によくボールを奪われてしまう人の特徴としてあるのが、ドリブルをして少し相手に寄っていきます、もしくはまあ相手が寄せてきます、その時にプレッシャーを感じてしまって、で相手の行かせたい方向にそのまま素直にボールを運んで逃げてしまう。そうすればやっぱりディフェンスにとっては有利な状態で、自分にとっては不利な状態、ディフェンスに主導権を握られてしまうような状態になっちゃいます。なので例えばねここでプレッシャーかかって、うわやばい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 で、こうやって相手の行かせたい方向にドリブルをしてしまえば、そのままいい状態で追い込むことができちゃいます。これで奪われる人ってめちゃくちゃ多いと思います。で、まあ、こういったそのディフェンスのね心理を僕は逆手に取ってこの瞬間にかわせたっていう形なんですけど、この時にまあ相手のね心理を僕が操れたポイントとしては、このスイッチタッチにあるんですけど、距離が詰まってきてそのまま行くんじゃなくて、距離が詰まってボールを止めたことによって、まあ、ディフェンスはあ自分のプレッシャーを感じてくれたというような認識になって、ここからこのねボールを触ってた足を後ろに下げたんですよ。この動作がボールを引くような動作に似てるので、なので、まあ、自分のプレッシャーが成功したんじゃないかっていう風に思って、さらに距離を詰めようとしてきました。でこの時にボールをね後ろに引くような動作でステップを踏んだっていうのがまず一つと、あとは自分の懐外にこのボールを置けたので、相手が詰めてこようとした瞬間にボールが自分の目の前に現れるような形になったので、まあ、そのままねあボールに行こうというような形でボールに対して重心の矢印を向けて足を出してきてくれた形ですね。でスイッチタッチが一番効果的なのは、相手の重心の矢印が自分に向く時なので、その状態を作れれば、まあ、基本的にはかわせていけるっていう形です。
で、これスイッチタッチをする時のもうすごい重要なポイントなんですけど、このシーンもそうなんですけど、もし僕右足にボールがあったらスイッチタッチをしても間に合わなかったと思うんですね。なんでかっていうと、やっぱりここでね、運び出す時にグッて引き寄せてから運び出す、このタイムラグがあるんです。なので、もしその状態だったら奪われてしまった可能性が高いんですけど、このシーンは中心軸のあたりにボールをしっかりと置いて、運び出す足の近くにボールがあったことによって、そのラグを生まずにそのままね、ボールを運び出すということができたので、まあ相手が足を出してくる前に自分の方が先にボールを触れたっていう形です。なのでね、このスイッチタッチをするときっていうのは、右足、自分の行きたい方側にボールを置いていくっていうのが重要になります。まあ、というような形で、まあね、相手の心理をしっかりと読んだりとか、その状況心理っていうのをね、しっかりと把握しながら、こういったスキルを使っていけると、もうめちゃくちゃ効果的に使っていけるので、まあ、相手がどういうことを狙ってるんだろうっていうのを予測しながら使っていってもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、そんな形でそのまま素直に運び出すっていうのをね、改善できれば、こういった状況で奪われる確率っていうのはね、確実に減っていくと思うので、まあ、その中でこのスイッチタッチっていうのをね、あえて使っていけるとめちゃくちゃ効果的に使えると思うので、そんな時はぜひスイッチタッチ使ってみてください。では次はこちらのシーンをご覧ください。このシーンは、まあ、サイドでの1対1の状況、スイッチタッチで相手をかわしていってるんですけど、これは、さっきのね、状況とちょっと違って、もうサイドでの1対1って結構限定されてるんですよ。中央の場合って右にも左にも行けるような形、同じスペースがあるので、ディフェンスの選択肢としても結構多いので、まあどっちかからね、限定していったりとかしなきゃいけないんですけど、サイドでの1対1っていうのはもうほぼほぼやっぱり限定されてるんですよね。なので、まあこういった時にこのスイッチタッチを使う時に考えてほしいのは、タイミングをずらす、もうこれだけです。どうやってタイミングをずらすか、これがもう本当に一番重要になってきます。で、なんでこのスイッチタッチが僕はすごく簡単だって言ってるかっていうと、これスイッチタッチをするだけでもう基本的にもタイミングってずらせちゃうんですよ。もうこのね、スイッチタッチにはこのタイミングをずらすっていうのがパッケージをされちゃってるんですね。っていうのは、これは動作心理っていうのが入ってるので、このボールを触ってる足を地面につく瞬間にボールを触るっていうようなことをね、最初から予測を立てるのってディフェンスはすごく難しいんですよ。右利きの選手っていうのは右足でドリブルして止めて、右足で運び出す、このタイミングで基本的にはディフェンスは対応してくるので、逆足でボールを触ってくるなんてことはね、最初の予測の中に入れてくる一番最初の優先順位としてはないわけですよ。なのでこのシーンを抜けたっていう形なんですけど、アシストスキルとして別のテクニックっていうのも使ってるんですけど、まあ、それは重心のテクニックなんですけど、このスイッチタッチっていうね、そもそもタイミングを外せるスキルにプラスアルファ、相手に対して油断を見せるっていう形です。自分が油断したよっていうような状態を作ることによってかわしていけるんですけど、それを作っていくのがこの重心の高さなんですね。重心が低いと何かやってくるんじゃないかっていうふうに思うので、それをわざとここで、まあ、重心を上げる、足を棒にして、まあ、伸ばしていくような形でボールを触る、この瞬間相手との間合いが近ければ相手は奪えそうだなって思うわけですよ。さらにここでボールを去った足がボールから離れて、一気に自分のね、目の前にボールがさらされるような形になるわけですよ。ボールがこうやってね、届く距離にいれば、基本的にボールがさらされた瞬間、足は出したくなってしまうんですね、ディフェンスは。なので、まあ、ここでこの状態からボールから足を離した瞬間に、うわチャンスだっていう風な形で足を出してくれたって感じです。これを演出したことによって相手は足を出してくれて、まあ、入れ違えたって形なんですけど、このタイミングを外せるスイッチタッチプラス、こういったね、重心アシストスキルとして重心のテクニックっていうのをね、使っていけると、ものすごく本当にね、効果的にサイドの1対1の時とかは使えるようになっていきます。1つ目の映像の解説の時にも伝えましたけど、注意ポイントとしては、ボールをしっかりと自分のね、中心軸より行きたい方側にボールを置いて、ボールから足を離していく、で近くに置いて逆足でなるべく早くね、スムーズにボールを運べるようにトントンっていうような形で、そこにボールを置いてあげることによって、まあ、ものすごくね、ボールを失う確率っていうのもめちゃくちゃ減るし、まあね、こういうサイドでの1対1だったら相手をかわせる確率っていうのをね、相手が足を出してくるのをね、狙って先にボールを触って運び出すっていうことができたりするので、1対1の勝率っていうのをね、確実に上げていくことができます。
なので、まあ、そういった形でね、このめちゃくちゃ簡単に相手とのタイミングを外せるスイッチタッチプラスアルファアシストスキルっていうのをね織り交ぜていくとより効果的に使っていけるので、ぜひね1対1の勝率を上げるためにスイッチタッチっていうのをね取り入れてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でこの動画とは別に YouTube では配信していない特典動画っていうのをプレゼントしています。詳しくは概要欄をご覧ください。この動画が役に立ったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。